トッコカンパニーです。です。トッコです。カンパニーです。です。そう。今日は、好きな音楽についてちょっと話をしようと思います。そうだったの？そうですね。そうで、知らなかった。知らなかった。で、まあね、皆さんも好きな音楽、歌手とかシンガーとかいろいろいると思うんですけど、クラシックしか聴きませんとかね、シャンソンしか聴きませんって人もいると思うし、浪曲しか聴きませんなんて人もいるかもしれないけれども、詩吟とか ね、皆さんはいかがでしょうかと思いまして、ひとみちゃんに聞いてみよう。何しろ歌を歌う人だから。だからでも先に一番聴いちゃいけないと思うけど、まあいいや。私はそんなにこう夢中になれ、冷たんななのかね、夢中に なれるこうアーティストとかそういう推しがいないんですよ。で、まあ、全くいないかっていうと、時々っていうか熱が冷めるよね。ね、なんで熱が冷めちゃうのかわからないんだけど、この昔はだからマッチが好きとか、チェッカーズ好きとか、シシビ好きとかあったけど、じゃあ今もですかって言われると、まあシシビは熱としても嫌いじゃないですよ。だがしかしっていうところがあって、飽きっぽいんだよねきっとね、その持続できないから。今のところは特に推してる方はいらっしゃらないんですけれども、過去は結構あちこち何人かいて、韓国の方も好きだと思う。何系だと、例えばアイドルとか、例えばロックとか、なんだろう、それこそ K-POP とか、どういうの問わない。その時に、あ、この人がいいって思ったら結構夢中になって、人の方で行っちゃうんだ。そう、人の音楽がかっこいいとかじゃないんだ。あ、じゃあかっこいいって言ったら、そうだよね、そうだよね。がかっこいい、まあだから、なんだろう、音楽だけとかじゃなくて、もうなん セットっていうの。すいません、今ね、音楽の話してて、あれ、恐縮なんですけど、私は分かったんですよ、感覚が。どういうことかっていうと、私好きな映画が俳優で決まるんですよ、それと似てるって感じかな、そうなんですか。で、私ね、だから、本当に私の中では西のショーン・ペン、東の平田充なんですよ。もうショーン・ペンか平田充が出てると大体見るんですよ。これ二大巨頭。はい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 。でショーン・ペンと平田充になったら私殺されてもいいかなって、あ、役でね、殺されて、犯されて殺されてもいいかなって本当に思った二人です。だからそういう感じで音楽を聴くってこと。そうですね、多分。だからもう、なるほど。難しいことは、まあ、分かんないから余計なんですけど、そう、これのなんとかの音はこうなってるのがいいよねって、でもこの人がこれ歌ったらいいよねってなるな。分かる分かる。ショーン・ペンと平田充に変えたら分かった。よかった。そんな感じなので、分かった。そうだからね、すごいと思う。ずっと同じ人を押し続けていける体力っていうの、気力と体力ね。でもさ、それってね、私は小田で、エビちゃんはサダ、サダ で, すでしょ。エビちゃんもサダじゃないけど、サダマサシなんですね。ね、こういうね、ところをチョイスすると言いたいことがあるわよね。何ってね、こっちがこうなってんじゃないっけ、あの人たちにこうさせる力があるんだ。そうなんです。そういうことね。だからずーっと続けてるんじゃないの。なんかね、なんだろう、特殊、もう教祖だから、もう神なの。だって申し訳ないけど、さだまさしなんてトークが面白いんですけど、あんまりにもね、近すぎるライブに行くとね、同じ話してるのに笑っちゃうんだよ。で、みんなね、曲が始まる、歌が始まるとね、トイレに行っちゃうんですよ。だから、7500円払ってトイレに行っちゃうのって思うけど、みんなトークを聞きに来てるんだと思うんですよ。で、それでいいんです。その7500円とか7800円、8000円いくら高いなんて、これっちも思わないんです。小田さんのチケット高いと思います？思いませんよ。小田和正が走るのを見に来てるわけです。そうでしょ。で、小田さんは MC ほとんどないので、ずっと歌ってますから。体力をかけるから。すごい、もう一回その高音が出た時にうっとりしちゃうでしょ。うっとりしちゃう、本当に。はあ、私ね、男の人の高い声が好き。で、トークがないと怒らないでし
だって必要ありますか、ね、でしょ、歌手だもんね、歌手だもん、さだまさしなんてね2日連続でやった時に2日連続行っちゃうんですけど、この日はトークの日って言って3時間で4曲しか歌わないんですよ。でこの日は歌の日って言ってトークが2、3本しかないっていう、このこうなったらね両方行くしかないんですよ。すごい、病気だから、そう、病気だから、病気だから、全然病気じゃないか、神様だから、すごいね、多分もちろん楽しんで、同じだからちょっと同じ内容なんだけど違うようにこっちが感じ取るの、こっちがあの人が同じこと言ってても昨日と今日こう違ったねっていうのを後でオフ会で喋る。怖いね。だから今日なんか調子悪そうだね、なんかもうなんかマネージャーかもやってるぐらいに。でもね、それさ、私ジャニーズもハロプロも好きなんですけど、うん、やっぱりね、ちっちゃいとこから見てるわけじゃない、うん、あのジャニーズとかハロプロってちっちゃい時から育てるから、うんうん、12歳ぐらいに入ってね、そう、わーって、もうちっちゃい子はもっとちっちゃいから、うん、なんか自分たちが子育てしたみたいな気持ちになるわけよ。だからもうさ、目が肥えてくるから、はいはいはい、だからこっちから見てるとあの子ちょっとあれかなとか、なんかもうそういう面白さもあって、うん、育成ゲームってあるのと同じですね。同じ同じ、リアル育成。だからもうやめられなくなるの、次から次に来るから。だから宝塚とかと一緒だと思うよ、あれもそうでしょ。でも言ってた宝塚ファンの人がなんかこの人うまい、あ、なんていう、新人なのに全然なんとか組のなんとかさんみたいなんじゃなくて出てきたけど、この子うまいと思ったら絶対にトップになるので、だからもう観客が超えちゃ、目が超えちゃってるんですよね。わかる、うん、でデビューするなってわかる。へ、うん、私ももうハロプロ見てて、あ、来ると思って、うん、わかる。すごい、当たるんでしょ。当たる、うん、怖い自分が、うん、なんで見すぎてる、見すぎてる、なんで見すぎてる、うん、だからわかるわけ、病気だから病気だから病気だから、わかるわけ、あ、この子椿だなとか、うん、この子ジュースジュース行くなとか、うん、この子アンジュルムだなとか、もうそのチームも分かってくる、どこに行くなって、で当たるんだよね、うんうん、オタクって当てるの。だからオタクだけじゃダメなんだよ。いや、オタクほどエンターテインメント楽しんでる連中は、うん、ちょっとこれオタク断言に入ってきたから。いや、そうでしょ。でも日本を支えてるオタク文化がさ、うんうん、やっぱり伝えないようにしていくにはオタクを大切にしなきゃいけない。そうだよ、だから私は超大切にしていく、オタク圧倒的な情報量を持ってるよ。あるけど、ひとみさんはさ、例えばね、一回さだまさしのライブに連れてったとして、うん、多分面白かったよって多分言ってくれると思うの、トークが面白いからね、はい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 、でも曲なんか全然わかんないよ、うん、あれ2日公演で2日連れてってみ、いや、昨日と同じ話してると思うと思う、はい、でもすごい隣で楽しんじゃってる、うん、それぐらいオタクなんだと思うね。オタクってそのライブのね、セットリストとか、あ、いや、セットリストとかね、うん、そういうものを当てるっていうとこからも入ってるから、だから私もいつも生徒とかがジャニーズね、誰か誰々平成ジャンプ行ってきましたとか何とか行ってきましたって聞くと、オープニング何ってまずもう当てたっていうオープニングなんだってどうしても聞きたいわけ。そういうもんなの、うん、そうなんです。そうだって、セットリスト写真撮っちゃうもんね、うん、見ててすごいわかる。だから病気なのよオタクは。だけどさ、私はそれは哲学とかにもハマってで、このオタク気質が、うん、だから覚えられるんだよね、たまたま。で、ああ、こうでこうでこうだっていうのを覚えられるし、だから説明できるんだけど、うん、やっぱオタク気質ってすごいね、そう考えると。でもそうするとね、お母さんたちね、ウルトラマンの怪獣が好きな、うちの子はこんなものばっかりって言ってるけど、あれは育てた方がいいと思いますよ。私ウルトラマンの怪獣図鑑っていうのを持ってて、もう本当にだから、ウルトラマンの時にはこれ、セブンの時にはこれ、帰ってきたウルトラマンの時にはこれって全部言えたのに、親がこんなのね持ってたってしょうがないのよって言って捨てたら、もう全然ウルトラマンの記憶がなくなっちゃったぐらい、あれ多分今覚えてたらすごいウルトラマンのオタクの人たちとすっごい喋れただろうなと思うぐらいなので、今興味を持ってるものはそのまま続けさせた方がいいと思います。そうね、だから病気の人が言います、うんうん、こんだけ
やっぱりオタク気質で、さださんのことを語ってる人がいるから、うん、まあ、どっかの回で、さださんの歌詞を読むとか、朗読するとか、うん、お私、朗読の回の後に、コスモス、あの桃井ちゃんのコスモス、あれ、さだまさしさんが言うんですよ、あれを母親の気持ちと娘の気持ちで読んでみてって言ってやってもらった。自分がいない日にね、うん、でお互いに言ってねって言ったら1時間半、うん、無駄話して終わったんです先生って言われて、いやもうさ、でもさ、私さ、それはさ、私も桃井ちゃんファンだから、うん、グッと出てきますけど、うん、もう、ね、コスモスの歌詞を読んでたら泣いて読めない、うんうん、こんな小春日より穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる、明日嫁ぐ私に、うん、苦労はしてない 笑い話に時が変える心配いらないと笑った、出てポッと出てやばいやばい、情景が浮かぶよね、そのうん、このさ、うん、オタクたちね、怖いね、少し感覚的だね、うん、すごいね、うん、私別にさださんのあれじゃないけど、うん、桃井ちゃんファンだ、うんうん、そうそう、でもそれを言ったら、あの河合直子のファンで、あの松田聖子のファンじゃなかったのに、松田聖子の歌がすごい染みついてるというか、松田あのカラオケに行くと同世代の人って聖子ちゃんだったりとかすると、はい、口ずさめるんだよね、あ、それはなんとなく、あれすごくない、どれだけ松田聖子が売れてたのかって、ほら聖子ちゃんファンだから歌いますっていうのは、いやでもさ、あの年代聖子ちゃんはもうちょっとね、飛び抜けてましたよね、だから今でも飛び抜けてらっしゃる、うん、もはや飛び抜け、うん、違うところでね、だからなんで覚えてるんだろうね、ね、どんぐらい流行ったの、住み込みなんだと思う、だってラジオでもテレビでも、であとお店からも流れてるし、ああそうかそうか、外歩いてるだけ、うん、でしょ、でコマーシャルだもんね、うん、だからもうすごい、で今の時代はそうじゃなくなってきてるから、うん、あのみんな勝手に YouTube とかで、うん、とか、うん、なんかいろいろなアプリとかで聞いてるから、うん、全然違うじゃない、うん、だけどよ、それでもこの時代でもみんなが知ってる流行り歌もあるんだよね、うんうんうん、だからすごいよね、考えてみれば、ただ昭和の時ってあのそういう歌が多いんだよね、うん、どっと出てるんだよね、うんうん、だから今の令和の若い子たちが、令和の若い子たちはまだ5歳か違う、平成の子たちが昭和歌謡を聴くって言いますもんね、うん、ああの TikTok とかでも流行ってる、そういやだからあのいろいろなことはあったかもしれないけど、私はもう小室哲哉は天才だったんだと思う、絶対天才だったんだと思う、いろいろなことって何かあったんですよ、いろいろあったんですよ、情報知らないから、いろいろあるんだよ、ね、ただ私もいろいろあったぐらいしか知らない、いろいろあるんだよね、でもなんかね、そうでもそうだよね、曲は良かったもんね、うんうん、すっごい流行ったじゃん、うん、流行ったね、100万枚、200万枚とか言ってね、あとさ、私思うんだけど、うん、あ、知ってるっていうのの、親方で言えば山下達郎じゃない、うんうんうん、もう好きとか嫌いとか問題じゃないじゃん、うんうん、あ、知ってるってやつね、あと冬が来ると広瀬香美みたいな、うん、はいはい、冬が来ると、うん、でなんかもう、うん、あの季節問わず松任谷由実なんか、うんうん、だからね、小田和正もそうだけど、さだまさしもそうなんだけど、うん、中島みゆき、松任谷由実、さだまさしずっと松山千春、うんうん、怖いぐらい売れてるでしょ、うん、あの人だってまだサザンはグループじゃん、うん、単体よ、すごくない、私ね、ユーミンのエピソードで一つだけ忘れられないエピソードがあるんです、何回もレッスンで生徒さんに言ってるんだけど、うん、夜ラジオ聞いてたら、あのなんか自分で曲が出来上がった時に、あのあ、ケーキ生産させて、それをねラジオとかで流れてくるのを聞いて、でそれ聞いた後、あ、そうだ、それはさ、自分のラジオで流したっていうの、でこの曲が終わった後ね、パチッて切り替わるじゃん、うん、そしたらユーミン開口一番こう言ったの、私って天才それが聞こえてきたわけ、ラジオから、私って天才って言ったの、うん、そういうことだよね、そういうことだと思う、だからもう別格なんだよね、うんうん、神なのよ、
かりなのね、うん、もうなんかつながってんのそうなんですよねじゃないとそんなこと考えられないのね。いやすごい、だって神じゃなかったら崇めないじゃん、うちらもお金払ってるし、だからあの段階行くってことはレベルがすごいですね。だからあの段階に行くっていうのは、うん、ちょっとないね、うん、ちょっとした得じゃないんだと思う。得を詰めって言われたけど、そう、うん、だけどね、どんなにちっちゃなエンターテインメントの世界でも結局真は一緒だから、うん、やりましょうね、うん、エンターテイナーやりたいね、うん、やっていく。ただこんなにただ甘い今すごい雲の上すぎて全然わかんない、うん、いやだけど遠すぎ、うん、だけどあの人たちはすごいっていうことはさ、とんでもない努力しているのよ。だからきっとね、あのなんだろう、まああの人たちはすぐに売れちゃったんだろうけど、売れる前のそのいっぱい曲書いたりとかそういうのがあったんだろうなって思います。さだまさしも19歳で、ね、ほらグレープで売れちゃってるから精霊流しとかね、うん、でユーミンも多分あれ玉火の時代にも売れちゃってますよね。でサザンはデビューがあれかだけど、なんかそれで中島みゆきもね、もう若いうちから売れてるじゃない。そう、下積みはないのかもしれないけど、いっぱい多分書いて、いやああいう人たちって、うん、多分小学生とかぐらいの頃から、ね、そうですよね、うん、なんかやってんのよねきっと、うん、そう、もうだって私だってもう何小学校の時とかの日記帳まで置いてあるんだけど、うん、それ見ると衝撃受けるの、人はなぜ泣くのかって書いてある。そうか、だからそのぐらいからもう考えてんだよね、うん、だから自分のなんか元はそういう人間なんだなって、うん、日記帳とか読み返すと思う、そんなこと考える普通とか思うけど、私は考える人で、通知表見たら思想が強すぎるって書いてあるいや、あるけどさ学校でもそれを出してたってことですか。どうして質問とかがそういう質問になる、なぜこれはこうなのかとか聞くことが、うん、だから思想が強すぎるって普通書いちゃダメだと思うけどね、うん、それとあとさ、普通は学んで帰ってくるじゃん、じゃなくて、なんかもこうそういうもんなんだと思って帰るのに、それはどうしてですかって多分聞いちゃうことになるからね、うん、そうなんだよね、ついうっかりね、知らないことね、そうだって知らないこと知りたいですもんね、うん、だからやっぱ問題の人となってるわけ常にね、常に、うん、だからもう本当に親戚のおじさんからも、うん、活動家って言われてた活動家になるからって何かなってある意味なってる、ね、赤のなんとかみたいな、ね、ある意味なってる、うん、思想が、ね、色が違う、そうそう色が違う、玉虫キラキラしちゃう、いやそんなね、私たち華やかな昭和に生まれた私たちが音楽について語ろうって言ってたら音楽じゃなくなったじゃないですか、音楽の話になったじゃないですか、でもオタクがすごいなっていうのは分かった。え、じゃ今現在その K-POP みたいな人がいるの？あ、今全然いないのか、今はもうまだいろんなジャンルの人が動画にするかなっていうのを今探してます。聞いたことないなら私の今の一押し、うん、ジュースのダンバラルルちゃんの歌聞いて、抜群にうまいの、ジュースの今一押し、あとでググります、ハロプロのジュースダンバラルル、よろしくお願いします皆さんもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ないですか一押し。いやね、私はもう今しょう今すぐね、いや、じゃさっきこれをずっと見てたのは、LINE が来てたわけじゃなくて、今私ラジオのパーソナリティをやってるんですけど、何の曲をかければいいのかっていうのが分からなくて、ジュースそういう人いる時ジュースです、そうだから今平成ジャンプのねネガティブファイターっていうのがあるんですけど、 あれはなんかいい歌だなって思うので聴いてみてください。あ、ほら、萌ちゃんが踊ってたのも、ね、そうでしょ、平成ジャンプ、平成ジャンプ、ファンファーレ、うん、あれもファンファーレって聞いた時に、あれもな、いや、これは歌の祭典とかで流れてたやつだと思って、だからさ、もう本当に名曲が揃ってんの、うん、いろいろあるけどこの平成ジャンプのネガティブファイターを覚えてって言ったの、踊れるから、はい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 、そう踊ってみる？
いつか、ね、覚えてくれる。あ、じゃあそういうのも10月もしかしたら皆さんの10月18日ね、ね、エビちゃん10月のライブで届くかやもしれない、やもしれない、やもしれない、届かないかもしれない。ぜひあのお楽しみにしてください。ということで今日もまたあのつらつらといろんなことを喋りました。こんな私たちの、ライブなどいろいろあると思いますので、ぜひ皆さん来てみてください。先生もう一個聞いていいですか。なんかこんなことについて話してほしいってこともなんかいただけたらと思います。コメント欄に書いてください。もしくは恥ずかしい人は書く、直接ください。はい、ではまた、ありがとうございました。ごきげんよう。